ご視聴ありがとうございます。今年の夏は暑いですね。皆さん夏バテしていませんか？温泉に行く前に米子市の深池にある洋食レストランレンガ屋さんで涼みながら食事をしています。深池温泉の近くには飲食店も多くありますよ。ハンバーグを食べてから温泉に行ってみますね。今回は深池温泉の大湯ランドに再びやってきました。露天風呂と気泡風呂が同時に楽しめる随泉の部屋に入ってみますね。脱衣室にはエアコンがありました。真夏なのでエアコンはありがたいですね。今回の動画は少し短く作ってみます。というのが YouTube にアップロードする動画には審査というものがありまして、最近不具合でそれがなかなか終わらないので、試験的に短めの動画にしてみたいと思います。本日の髪飾りはアジサイです。審査の遅れで季節外れになっちゃってます。内湯の気泡風呂から入ってみますね。ガラス越しに庭園が見えます。大湯ランドの家族風呂はお湯や水を足してお好みの温度で入浴することができます。内湯編、とても短い動画ですみません。次回は露天風呂編だよ。最後までご視聴ありがとうございました。